ポタタウテフェルフェロは、マオリ人兵士、ワイカト族主張、初代マオリ王にしてて、フェロフェロ町創始者。最初は、テフェロフェロとのみ名乗っていたが、欧州人後戦闘に、ポタタウをつけた。土地を巡る抗争が激しくなるにつれ、ニュージーランド政府及びその政策に祖語をきたすようになる。1800年頃、当時ワイカト族の戦闘隊長に就いたばかりの手、ラウアンガアンガの子として生まれる。 テラウアンガーンガは、ワイカト族勢力の指導者として、1780年頃の、ンがカかの戦いにて、7000人ほどのタラナキ及び、タイヌイ両部族兵士を打ち破った人物であった。また、母のパレンガオペも、マオリの副部族であるンガティコーラ族の首領を務めた。したがって、ポッタタウは、ニュージーランドに、マオリを連れてきたと言われるタイヌイを呼びてあらわ、両部族の主張の末裔にあたる。 ワイカト族にとっては、比較的安定した時代に育ったものの、テラウパラハヒキールンガティとア族との進行中の、構想に深く巻き込まれた。父であるテラウアンガオンガのように名声を勝ち取った、ワイカト及びンガティマニアポと両部族の主張の血を引く、ポッタタウ自身は、カフィアで、ンガティ族に対して、タラナキでは、ンガティアワ族に対する戦闘指導者につく。マスケット銃を携行したヒカヒキルンガプヒ、 族からの攻撃に耐え抜いた末、ワイカト族は南へ追いやられた。なおこれにより、ワイカト及びンガティトり両部族との間に一連の小競り合いが発生した。1821年、テフェルフェロはンガティトア族陣営に対し3000人ものワはカト、と、ガティマニアポト連合部隊を率い、 同盟関係にあるファインガロア族からも1500人もの援軍を得た結果、ウンガキトア族の本拠地を陥落させることに成功。しかし、翌年初に、ワイカト族勢力が大敗を喫し、ポタタウは退却と狩猟の遺体を放棄するのを拒むと、瀕死の重傷を負う。テラウパラ派の介入により命は助かったものの、その後無数の敵族長を相手とする戦闘を余儀なくされる。 結局、ハイカは退却し、急戦の交渉に入った。ポッタタウは、マスケット銃で武装した本義ヒカ率いるンガプヒ族との、また来たきの戦いに敗れると、ワイカトへ戻った。しかし、最終的にガプヒ族が撤退したためワイカト族は、再結集。十年後ンガプヒ族が再び姿を現すと、ワイカト族もマスケット銃を従い守備よく、防衛することができた。テフェロフェロが、 継続的かつ組織的に、ウンガティとア族を弱体化させたのが功を奏し、ウンガティとア族は、カフィアを離れ、タラナキへと長距離の移動を始めた。この間、人命において多大な犠牲を払いながらも、1834年までには和平が成立。同時期宣教師が、ワイカト族に大きな影響を与え、テフェルフェロ自身も定期的に礼拝へ出席した。 1860年代に発生した政府軍とのたらなきの戦いにおけるワイカト族の関与はテアティアワ族に対する長きにわたる一連の攻撃に遡る。テフェロフェロはある時期テアティアワ族が自身の目標により生活していた奴隷であると主張しているが250ポンドを支払った土地の利益をすべて手放した。キーナンによるとテフェロフェロがマオリの監修に従い 所有を続けられるほど長くて、アティアワ族の土地を支配はしなかったという。一方、テアティアワ族も所有権を維持していた自らの土地を完全には放棄しなかった。タラナキでの戦闘が最終段階に入ると、タラナキの兵士を不毛で湿気が多くよるべもない高地で戦わせ続けることを可能にしたのは、食料や戦闘物資をもたらす、最のアイカト族の関与であった。 テフェロフェロは、ワイタニ条約への署名を拒否したものの、自ら支配下に置いた地域におけるパケハには、歯向かわなかった。もともとポタタウは、自らの領地にパケハが来たことを歓迎しており、娘のティリアが商人と結婚したほどである。また、植民地政府への支援も行い、1849年には、当時のジョージ・グレイ知事と協定を締結。本閉及びカビティの下で、 マオリ人が暴動を引き起こした後のオークランドに対し、軍事的保護を供給することとなった。グレーは法を整備し政府の正当性を主張するに、あたり、政府側についた、マオリ人であるクパパを支援する重要性を悟っていた。1844年、レムエラで行われた部族の大会にて司会を務めた。現在のオークランドに小屋を建て、条約の履行に関して、 多くの議論や交渉を行った。創始国であるイギリス王室へ主権を移譲しなかったものの、ニュージーランド知事とりわけ自らのためマンゲルにコテージを建設したジョージ・グレイトは信仰を深めた。このコテージでは、グレイがテフェル・フェロにマオリ問題に関して助言を仰いだ。最初にワイカト族が土地を売却し、テフェル・フェロは、 マヌカウ周辺にある部族の土地を一部売ることとなったが、1846年、マオリが所有及び工作を行っていない土地を政府の資産とする布告に激しく抗議した。ニュージーランドに入植者が押し寄せ、植民地政府がそのような法律を通過させるにつれ、テフェル・フェロア・バケハと疎遠になった。これは少なくとも、ワイカト族の土地へ入植者が到着したことによるものであり、 マオリ人の土地を勝手に購入したり手に入れたりするなど、権利侵害がしばしば横行した。テフェロフェロは、こうした問題に手をこまぬいているはずもなく、3年後、ワイカト族の工作地を差し押さえたことで、これまでの良好な関係が崩壊したワイカト侵略に直面することとなる。1850年代初頭に、マオリを擁立運動が盛り上がるが、これはマオリ人の団結を通じて、 当時のビクトリア女王に対抗するのが目的であった。しかし、擁立運動は何よりもパケ派政府によるマオリ人の土地の売却や譲渡の停止を望んでいた。ポタパウテフェロフェロは1857年、タウポコ南東藩のプカワで開かれたマオリ人の諸首長による会合で王に選出。翌年には、ウガルアワヒアの聖地マラエで就任式が行われた。なお、 ポッタタウ自身は、イギリス政府との共同統治を望んだものの、敗下の多くはより独立した立場を取った。このため、次第に二敗に分裂し、対立が表面化すると、5年後戦争に突入する。1860年6月25日、ウガルアワヒアにて死去。同地の王宮にほど近いタウピリ山に埋葬される。息子のタビアオが王位を継いだ。ありがとうございます。